毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信することによって見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ、本日の話なんですけども、本日はですね、マニュアル人間のですね、お話をしたいと思います。皆さんね、マニュアル人間見たことありますか？すごいね、マニュアルをね、遂行するもう会社のこれだって言ったのね、ちゃんとマニュアル通りにやる、これ素晴らしいことですよ。会社にとってもね、マニュアルを作ってこのマニュアル通りにやればお客様も喜んでくれて、仲間も仕事しやすくて、そして会社にも利益が残ると。このマニュアルっていうのはね、素晴らしいものなんです。ただですね、マニュアルだけにですね、フォーカスしすぎるがあまりに本質を見誤ってしまうということもですね、これ考えられるわけなんですね。じゃあマニュアルは何のためになるのか。それはお客様に喜んでもらうため、お客様にいいものを提供するため、仲間が働きやすくするため、いろんな意味があってのマニュアルなんです。僕はですね、昔働いてたお店でですね、僕の上司だった人がですね、お客様のオーダーを取ったんですよ。オーダーを取って、で僕ドリンクを作ってるんですね。で僕そのオーダーを僕に、じゃあ生ビール2つ入りますっていうことで、はい、わかりましたって言ってね、もうすぐに、もうオーダーを取ってすぐに 生ビールを2個入れて、すぐお客様に持ってったんです。はい、生ビール2つです。そしたらね、その上司の人に呼ばれたんです。福地君ちょっと来てって。あ、何ですか、今なんて言ったって。いや、生ビール2つですって言ってお持ちしました。いや、お待たせしましたって言わなきゃダメでしょ。あ、お待たせいたしました。いや、でもオーダーが入って40秒くらい出して待たせてないんじゃないかなって僕は思うわけですよ。でもその会社のマニュアルはお待たせしましたって出す。じゃあなぜこういうマニュアルになったかって言ったら、お客様が待ってるか待ってないかを把握してない場合は、お待たせしましたと言っとけばとりあえずお客様は納得をすると。でも逆にめちゃめちゃ待たせたのに、はい、生ビール2つって言われたら、いやいや、どんだけ待たせてんだよっていう風になる。だからマニュアルとしては、お待たせしましたと必ずドリンクをお持ちするときは言うというマニュアルなんですけども、でもお客様が注文してから1分以内に出てる生ビールに対して、お待たせしましたって逆に言うと、お客さん、え、待ってる、待ってない、待ってないよってなるじゃないですか。でもマニュアルに固執すぎるとそういうことが分からなくなってしまう。もうドリンクを出すとか、お待たせしましたって出すっていうのはそれが正義なんだっていうふうにですね、思い込んでしまう。こういうのはね、ちょっとマニュアルの怖さな部分もあると思うんですよ。本質はお客様に気持ちよくドリンクを提供する。なのでお待たせしましたとね、言えば、全員がそれを言えばね、お客様に嫌な思いしないけども、でも早く出した場合は、お待たせしました、待たせてないんだから、その場合はなんとかです、失礼します、なんとかですでいいと僕は思うんですね。はい。ただね、こういう臨機応変にやるってやっぱり自分で考えなくちゃいけないので、こう教える時難しいんですよね。何分以内とかって難しいじゃないですか。で、自分が把握してて、ね、あ、間違うのが早いと思ったら、失礼します、生ビールお2つですとかでもいいと思うし、まあ、こういう風にマニュアルに特化しすぎるがあまりに何も考えない、本当にマニュアルだけを頭に入れてる人間になってしまうと、そこにも危険性があるよというですね、僕は今日はお話をさせていただきました。このマニュアルっていうのは飲食店にもありますし、飲食店以外にもね、いろんな会社のいろんなマニュアルがあると思います。でもすごく重要なのは、そのマニュアルは何のためにあって、じゃあそのマニュアルの先にはお客様がいたりとか、仲間がいたりとか、会社があったりとか、まあ、っていうのをちゃんと理解した上で
よりよく円滑に回すためにマニュアルがあるということを頭の中で理解して、そしてそのマニュアルを遂行する。でもマニュアルだけじゃない場合もある。そんなこともね、頭の中に入れておくと、マニュアルだけの人間にならずに、ちゃんと頭で考えながら臨機応変に対処できる、そういう柔軟な考え方ができるんじゃないかなと思ったんで、今日はこんな話をさせていただきました。ということで以上、毎日ポンチでご視聴ありがとうございました。